エリちゃん腕を出してください。ねえハル先生、その注射入院してから毎日打ってるけど、いつまで続けなきゃいけないの？だってハル先生、エリのヌード見せてあげるから注射やめよう。ねね、エリちゃん、この注射はね、摂食障害の後遺症で栄養が取りづらくなっているエリちゃんの体質を改善するとても大事なお薬なんだよ。はい、そんなに注射が嫌ならもう無理なダイエットは絶対しないことですね。はい、あのいや、なんでもないです。はい、ヤッホー、ともみん、わー、ありがとう。おかげで付き合わされた私は足が棒になった。おい、ともみん、そういうことは退院してから二人きりの時にやってちょうだいね。あ、また明日だ。うん、しんちゃん、今日はどうもありがとう。あ、そんじゃな。ごめんしんちゃん、ともみどうしても私に相談したいことがあるんだって。大丈夫？食べ物を買ってきたよ。私はエリが無理なダイエットの後遺症で食欲中枢か何かがおかしくなっちゃったに違いないって思ってた。食べられるだけ食べれば。ありがとう、トモミちゃん。ごめんね、ヒビでも入ってたのかな。すぐ入れ直すね。私の体おかしいよね。そんなことないない。ほら、きっとあれだよ、ダイエットしてるときはさ、体に全然エネルギーが足りてなかったわけでしょ。だからそのとき足りなかった栄養を体が今ものすごい勢いで吸収してるんだよ。うんうん、違うの。あのね、ともみちゃん、笑わないで私の話聞いてくれる？大丈夫だよ。あれだけ食べてるのにエリの腕前より細くなったみたい。すごいみたい。ともみちゃん、あのね。何？絶対笑わない。うん、絶対笑わない。だから話して。私ね、吸血鬼って言ったら、あの、バ
ァンパイアとかドラキュラとか人の血吸って仲間を増やすあれ？うん、きっと私あいつあの吸血鬼に知らない間に襲われてて、それで体がおかしくなっちゃったんだと思うの。何か心当たりがあるんだ。黒いサングラスをした黒ずくめ、私のこと見てるかもしれない。お願い、ともみ、ともみ、私を守って、うん、私をここから連れ出して、私このままここにいたらあの吸血鬼の仲間にされちゃう。お願い、お願い、ともみ、お願い、助けて、お願い、助けて、お願い、だからだ、お願い、しんちゃん、ともみ、うん、夢だよね。じゃあこれ水変えてくんな。うん、昨日、ああ、うん、なんていうか全部悪い夢だったみたいで、一晩ぐっすり寝たらすっきりした。ごめんね、心配かけて。それならいいんだけど。あ、しんいちくんのいない間に軽くお腹に入れとく。うん、大丈夫。それよりなんだか今は喉が渇いちゃって。じゃあしんいちくんが持ってきたフルーツ洗ってきてあげるから、ちょっと待ってて。
小野田エリに実験的に投与していた。あんたちもエリに血をくれるの？体にしたっちょ。吸血鬼。嘘。お医者さん。うん。じゃあ、あなたは本当にお医者さんなんですか？オペを開始する。